ソリスト、アルトサックス、川内正治。どうでしたでしょうか。まあ、皆さんジャズっていうとね、こうやっぱり思い浮かぶのはスイングジャズなんですけども、ビッグバンドの場合はこういうアフロミュージックとか、あの、まあ、ラテンであるとかロックとか、何でも、まあ、ありって言ったらいいかなんですけど、そんなのも入りますので、今日はちょっと僕らはそういうのが多めかもしれません。じゃ次の曲はですね、ミッドナイトビュッフェ。ビュッフェってフランスのバッフェ、英語だったらバッフェみたいなんですけど、まあ、深夜の食べ放題。まあ、あのこれ曲はですね、ちょっと知らない方もいますけど、スパイロジャイアっていうのがブラジル音楽とジャズをインスピレーションに入れたようなそういう、陽気なサンバの曲になってます。でまあシニアのビュッフェバッとバフェっていうことで、まあ、夜中まで続くパーティーのような雰囲気を感じていただけたらなと思います。それではお聴きください。